い、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日こちらのねハイゼットです。でこちらのハイゼットなんですけど、まあ昔ねあのサムさんのところで使ってた車なんですけど、お客さんが買って、まあ、オールペンしてみたいな感じの流れになってる車なんですよね。で今回入庫したのはタービン交換とリフトアップとホイールの交換っていう流れでねやります。でタービンがねあのピュー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 音がするんですよ、あのブーストがかかり出すとね。でもうタービンが多分ダメっぽいんですけど、まあ、オイル管理がね若干悪そうな感じになってましたね。あのうちで使ってる時はねあの3000キロぐらいでずっと変えてたんですけど、この前ねオイル交換持ってきた時にもう8000キロぐらい走ってたかな。でそれぐらい走ってて、でまあ乗った時にピューピュー音がしてから、これタービン悪いんじゃないのみたいな。であの PCB バルブなんかがねあの悪くなったりするとまたそういう風な音もすることがあるんで、 PCB バルブも一回変えてみたんですけど、それ改善しなかったんでね、じゃあもうタービン変えましょうかっていう流れでねタービン交換になりました。それではねこちらのタービンの方と、まあ、それ以外の作業をねやっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。それではね作業の方やっていきます。でまずはねあのホイールを交換しますんで、こちらのねお客さんのオーダーしたホイールですね、左後ろにねあの箱が映ってるんで、あのホイールです。あとあんまり詳しいことわかんないんですけどね。であとねこちらのねタイヤですね、あのマットスターっていうタイヤなんですけど、ただお客さんの方がオーダーしたサイズはね、あのマットテレーンタイヤですよね、マットタイヤがなかったんですよ。で本人はマットタイヤって思ってたっぽくてね、あの来たらあのオールテレーンの方なんですね、 AT タイヤの方なんですよ。でもう後で判明したんですけどね。だからこのサイズがちょっと大きいサイズなんですけど、これだとねあのマットタイヤがなかったですね、調べたらですね。まあ本人はもういいですよっていう感じでしたけどね。だからまあこちらの方を装着すると、なんかまあオールテレーンなんで、まあ雪が降ったらいけるわけじゃないけど、まあねマットタイヤよりは全然いいんで、で本人がねまた住んでるところが結構山の上なんでね雪降るんで、でもまあその時は多分スタッドレスをつけるんじゃないかなと思いますけどね。もうこのタイヤじゃどうこうならないと思うんで。で、ホイールを変えて、こちらバネですね。KLC のバネをつけました。で、あの、キャンバーボルトの方もね、入れてますんで、あの、逆にね、あの、ポジティブなキャンバーですかね。あの、ネガキャンじゃなくてポジキャンになるんで、それを修正してるっていう形です。で、そちらをね、また試運転したんですね、装着して。そしたら直進はいいんですけどね、もうちょっとハンドル切るとね、バンパーにガンガン当たるんですよ。まあ、サイズが大きいタイヤ外径の問題かなっていうのはあります。で今作業してるのがねこちらオーナーさんですね、あのユーマンくんです。昔の動画から見てる人はあのヨーマン&ユーマンコンビがねあの分かる人はいるんじゃないかなと思うんですけど、久しぶりのねあのユーマンくんの登場じゃないのかなと思います。でも切る場所はね結構なんかネットの画像検索とかで切ってるやつ探して、まあ、その中でなんか格好が良さそうかなっていうのを調べてね、それでねあの切る位置をある程度決めて切ってます。で、まあ、大まかに切って、またね、こちらですね、あの、ベルトサンダーで、さらにね、あの、綺麗にね、あの、揃えていきます。なんで、あの、切るときにね、あの、マスキングテープの上まで、スパスパスパって切ってたんで、まあ、再度ね、またマスキングを引き直してね、で、そこから綺麗にね、あの、このベルトサンダーでね、切っていくことで、まあ、綺麗な直線をね、作っていくっていう形で、まあ、バンパーのね、加工の方をしてます。本当はね、加工する前にバンパー1本用意するかって話だったんですけど、もうしないと車動かせないっていう状態だったんでね、もうこのバンパーを加工したみたいな感じでしたけどね。で、装着してこんな感じですね。で、この鉄のフレームみたいなのが今この状態なんでね、まあ後でまたオーナーさんの方が色を塗ってるっていう形です。で、車高を見比べてもらうとわかるんですけど、右ノーマル、左ね、リフトアップです。屋根の位置違うっていうのがね、わかるんじゃないかなと思いますね。で、次ね、あの、横から見て、腹下とフェンダーのタイヤハウスですね。そのクリアランスを見ていただければ、腹下が特に分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど、結構広がってる感じはね、見たら分かると思います。で、次ですね、タービン交換、レビルトタービンの方をね、取り寄せてます。で、付属品はこれだけなんで、まあ、足りない分はね、また再度取るっていうことになります。で、こちらのね、タービンの方を装着していくと、思ったよりタービンが小さいですね。で、アンダーカバーの方を外していって、まあ、どんどんアクセスしていくんですけど、もともとね、この車ってサムさんが乗ってたんですよね。過去のね、動画を、最後おすすめに出るようにしときますんでね、この車オールペンにするっていうところがあるんで。で、まあ、これがね、そのオーナーさんが買うときにもうサービスでね、オールペンしてやったっていう経緯があるんですけどね。で、こちらのね、車の方をオーナーさんが買って、オイル交換のスパンがね、ちょっとね、っていうところなんですよね。もうしょうがないですね。まあね、だからこういう、まあカスタマイズするのが好きなんでね、まあメンテナンス的なとこももうちょっとだけ気使ってくれるといいですね。
やっぱりね、距離もね、10万キロ以上走ってたんで、まあ、そこからね、オイル管理が悪いとね、タービンとか、まあ、いろんなところダメージも出るんで、で、特にね、このエンジンがまたオイル管理が悪いと音がするエンジンなんでですね、本当にそれしだすとエンジンを乗せ替えなきゃいけなくなっちゃうんで、そうなる前にね、やっぱりオイル交換はしっかりしてやるっていうのは大事じゃないかなと思います。で、こちらね、タービンの方を外すのに、まずはね、マフラーを切り離して、で、触媒を外すのとかね、あとこちらの遮熱板をね、外すとかっていうのをどんどんやっていってます。ね、下側のね、マウントとかはもう外さずにそのまま外れるんで、ね、どんどんやっていくっていう形です。ただね、オイルラインですかね、まあそちらの方がね、ちょっとまあ外すのにちょっと難儀するかもしれないですね。知恵の輪みたいになってるぐらいですけどね。で、そちらの方も外していくと。あとはまあ古いんでね、こう古いっていうかもう焼けてて古いんで、まあ折れたりしないようにね、ちょっと危ないかなって言ったらね、締めたり緩めたりとかを繰り返したりとか、まああとバーナーとかで温めるとかね、まあそういうことをやると多いですね。折れると結構めんどくさいからですね。で、触媒を外して、あとね、こちらのパイプですね。こちらの方もね、緩めてやって、あとね、ナットとかを外すと。で、こういう風に外して、外すじゃないですか。で、その後、ナットをね、元の位置に戻せるものは戻しといた方がいいです。そうすることで、どこにつけてるかっていうのが分からなくならないんで、ネジが余るとかっていうトラブルを防ぐためにですね、ある程度元通りの場所につけるっていう癖をつけとくといいです。で、あとね、横についているこういうステーですね。そういうのを外して、で、こちらの遮熱番号と引き出してみたいな。そんな形ですね。で、あと O2 センサーのね、カプラーもはまってたんで、それをどかしてみたいな形です。そして今外しているところが、まあ水のね、ラインになりますけど、まあちょっとね、外しながら思ったのがタービンのところについてる水のとこ外してるんですけどね、これはちょっと別のやり方でやった方が良かったかなっていうのは後で思いましたね。奥側にね、ゴムホース行ってるんで、まあそちらを切り離してタービンのところの水のラインはもうついたまんまにして、ゴムホースですね、右上にあるゴムホースと、それとあとタービンから向かって奥にね、水のゴムホースがついてるんで、そこを全部切り離した方が正直良かったかなっていうのはね、最後やってみて思ったとこですね。なんで、つけるときは、ここの水のね、金属のパイプはもうつけたまんまで装着するっていうやり方に変えてます、つけるときはですね。で、ここはあとオイルのパイプがまたここにも通ってます。で、あとここのね、中間点に固定してるね、ボルトがあるんで、それを外してやると、こう、知恵の輪ですけど、抜けます。で、外したらこんな感じですね。でね、またね、どんどんね、続きをやっていきますけど。まあ、結構工具的にはね、首が触れるラチェットを持っておくと作業性がいいんじゃないのかなと思いますね。で、やっぱりね、こういう熱をね、めっちゃ取るとこっていうかね、まあ熱が上がるところ、温度が上がるところ、ね、こういうとこはほんとね、ボルトを外すときに舐めたり折れたりすると大変なんでね、気をつけておいた方がいいです。だからね、ボルトナット、まあある程度ね、予備を持っておくとか、まあリビルトにする場合はね、タービン側の方はもう折れても、まあ正直関係ないっちゃ関係ないですよね。タービン会社に送り返すんでもう関係ないんですけどね。だからまあほんと気をつけとかないと仕事が増えますからね。で、外したタービンのセンターのね、ブレードにはやっぱり案の定ね、ガタがあったっていうとこでした。まあ、しょうがないですよね。まあ、おそらく油膜切れによるっていうとこじゃないのかなって思うんですけどね。だからまあ、エンジンの中のね、じゃあスラッチがめっちゃ溜まってるかっていうのは、まだそこまでないんでね、いいんですけどね。ほんとオイル管理はね、エンジンオイルの交換でタービンが壊れるんだったらね、やっぱり高いものにつくんで、しっかりとね、メンテナンスね、オイル交換とかはしっかりやった方がいいですね。で、あと移植できるパーツは移植して、新しくついてきてるパーツとかもあります。オイルパイプですね。オイルパイプとかついてて、水のパイプはね、新品がなかったんですよね。結構入っていることが多いんですけどね。で、焼き付き防止のグリスですね。こちらの方も塗っていって、あとね、組み付けるときに焼き付いて、ボルトが折れたりとかしないようにっていう風にできるだけね、気は使ってます。で、あと他のね、部分にもいろいろ塗ってますんで、ボルトナットとかね、全部塗ってるっていう形でやってます。で、水のゴムホースをね、差し込んでから位置を合わせて、今度ね、液マニと合体させると。で、あとこちらのね、オイルラインですね。こちらの方も、これがまた入れるときはまた知恵の輪になってるんですよね。で、これでね、ちゃんと入れば OK です。あとはね、必ずね、この組み付け時、タービンもラインもそうですけど、仮付けである程度つけて、本組ができるところで締め込んでいくと。一箇所でもね、最初にね、がっちり締めとくと動かないんで、位置がね、ネジがつかないとかっていうトラブルありますんで、できるだけね、仮付けでして本締めをすると。ただね、仮付けしてると、じゃあ締め忘れとかもあるかもしんないんでね、そこも気をつけてもらうっていう形です。で、結構ね、まあ、この車やってみましたけど、まあ作業性そんなに悪くもないかなっていうとこ、まあね、
まあ、作業の慣れてる慣れてない問題もあるかもしれないですけどね。でまたね、遮熱板等をね、装着していきます。で遮熱板のとこのボルトだったりとかも全部ね、焼き付き防止のグリスですね、そちらの方しっかり塗ってます。でここのね部分ですね、今はめましたけど、これガスケット入れ忘れてたんですよ。で全部組み付けた後に一回全部バラして、でまたガスケット入れるっていうね、もうしょうがないですねまあこういうことあるんですよね、たまに。よし付け終わったなって思って、さっきのマットの上にタービン置いてたと思うんですけど、そこの部分をね見た時になんかガスケット一枚転がってるしみたいなまだねここだったんでよかったんですけどね、これが例えば駅マニとタービンの間だともっとバラさないといけないからですね、まあさすがにそれだと心折れるかなみたいな感じですけど、まあ今回はまだここの場所だったんで、現状復帰するのはまだ良かったんですね、楽だったんでただね一応一回全部つけちゃった後に気づいちゃったんで、まあね、また戻っていくみたいな感じです。だから今このね、マフラーとかもね、つけてない状態が最後つけてから気づくっていうね、オチでしたね。なかなかね、ショッキングな感じです。だからここで一回全部こうやって組み付けていってますけど、この後全部一回バラしてるっていう形にね、なってます。でね、最終的にちゃんとほら、ここにね、ガスケットはまってますよ。ね、ちゃんと入れましたんで。で、あとね、LLC を入れて、まああと最後エンジンをかけて、っていう流れですね。で、あとね、オイル交換をね、この後します。で、エンジンオイル変えて、あと、スラッチダイザーですね、そちらを施工して、あと、遅効性のフラッシング剤ですね、を入れます。で、LLC 入れた時に、これ、ラジエーターキャップ、この車ね、2個ついてるんですよね、室内と外に。で、室内側のキャップを開けてやって、LLC が出てきて、さらにね、ブク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 ってなるんですけど、そこのブクブクがね、収まるぐらいまでね、キャップを緩めて最後締めてやると、結構エア抜きできてるんで、で、あとはね、エンジンかけてしっかりエア抜きをするっていうのをやった方がいいです。なかなかエア抜きがしにくいんですよね。でこちらスラッチナイザーのねジグですねを装着してスラッチナイザーの方をやっていきます。まあ、一応ねやっぱりオイル管理が悪いんでね、中の清掃はしっかりすると、だいたいタービン買うとフラッシングオイルとかもついてくるんですよね。だからフラッシングしてくださいみたいなね、まあ、だからその時の壊れた理由にもよると思うんですけどね。でスラッチナイザー終わって、あとこちらのね添加剤ですねを入れて終了になります。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのねハイゼットのまあリフトアップですね、でホイール交換でバンパーカットでタービンの交換ですねをやりました。でタービンの方はね、まあ音がピュー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 なってて、まあやっぱ軸にね若干ブレがありました。で結構ね、まあ距離を乗ってね行っても、まあ壊れないやつは壊れないんですけどね、まあオイル管理がやっぱりこの現オーナーになってちょっと若干悪くなったっていうのもあるんでね、軸ブレがまあそれが原因じゃないかなと思うんですけどね。で今回ね組み替えるときに、今組み替えてね、であとフラッシングですね、まあ、スラッチナイザーをやって、そしてオイルを入れ替えて、でオイルの汚れを落とす添加剤をさらに入れてますんで、まあちょっと短めの距離でね一回オイル交換をしてもらうといいのかなって思います。まあタービンのね鳴らしもしてもらうっていうところですね。であとリフトアップして、まあだいぶね見た目が変わりました。ただねオーナーさんが要望してたね、まあホイールとタイヤを装着したんですけど、タイヤサイズがちょっとでかいんでですね、バンパーにガサガサ当たるんですよ。ハンドル切ったらまっすぐぐらいは当たんないですけど、当たるとガガガガガガって言うんで、でまあね自分でバンパー切ってみたいな感じですね。でここのねなんかフレームみたいなのも色塗ってるんで、まあだいぶ一体感が出てるんじゃないかなと思います。まあ男前なね感じの車に仕上がったんじゃないのかなと思いますね。それではね、今回はこちらのハイゼットの作業でした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。